どうもラブチンです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はジュリがいい感じになりましたのでご紹介していきますね。ジュリは超優秀なヒーラーです。でジョブですけども初期職のウォッチャー、これが間違いないと思います。で武器はワンドを装備しておりますね。でアビリティシードはこんな感じです。防御と補助系を詰め込んでる感じですね。聖域の守り人、旅人の守り、聖剣の導き、盾と鏡の印を2つ、デモンズスペル連続炎症全、サボテンソウル、あと SP と MP の増加ですね。でクラスアビリティはこんな感じです。回復特化です。でプラスでデバフも入れれるようにおじけと、呪詛、そして、廃墟瓶の儀式か、これをつけております。でもってエレメントボードはこんな感じです。風と木と光と闇、これをすべて取ってる感じですね。あとは、まあ、必要はそんなにないかなと思いますので、まあ、ここのワンドだけ取って、あとは取っておりません。はい、まあ、基本的にサブで使っていくと思うんですけども、今日はメインでやっていきたいと思います。基本的にデバフを一発目に入れて、あとは、回復に努める、そういう感じですね。で回復しなくていい時はこのワンドが、遠距離攻撃となっておりますので、遠距離からプス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 、撃っていってください。まあその戦い方が間違いないですね。このデバフが本当にいいですよね。全体に効果がありますし、結構ダウンさせるかと思います。 OK、 これね、炎症速度がもうちょっと短くなってくれればいいんですよね。でも炎症時間が、短くなるスキルっていうのは持ち合わせてないんだよな。ロッハードになると敵の動きが速くなって若干ピンチになることがあって、そこを、まあ、なんとかできればいいんですけど、まあとにかく、距離を取ることだね。距離を取っていけば OK、まあ、やられることはないでしょう。で今回は、メインはこの2人ですね。まあまあモートレアがとりあえずいれば、あとは誰でもいいかなと思います。はい、デバスがね、やっぱもうちょっと早く打ち込みたいよね。シールも若干遅い。もうちょっと早く。もうちょっとないね。いや、これ攻撃しない方がいいか。若干攻撃はするんだけどね。そこまで意味はない。なので、まあ、仲間の HP を見ながら、回復に努める。まあそれが一番いいですかね。まあまあメインで使わないですけどね、メインはまあ皆さんアタッカーを使うと思うので、多分いいようです。おーし、危ない。遠距離攻撃には弱い、でも大丈夫。じゃあやっぱ自分で戦わないとちょっと遅いよね。自分で戦っていかないと結構遅いわ。はい、ではこの先もう一体倒しておしまいにしますね。精霊器を光の矢を使って打ってみると、どうだろうね、何をつけた方がいいのか分かりません。火薬をつけて回復するっていうのも、まあ、ありかな。そんなに回復はしないんですね。はい、ということでジュリはこんな感じでいいと思います。まあメインで使うことはないと思うんですけどね。まあとにかく、
今使ってるやつのご紹介で、職業はウォッチャーで、武器はワンドですね。で、アビリティシードはこんな感じになっております、防御と補助系を詰め込んでる感じですね。で、クラスアビリティはこんな感じです、回復特化プラスデバフもできるというやつですね。でもってエレメントボードは風と木と光と闇、これをマックスまで上げてる状態です。はい、こんな感じですね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。